はい、どうも、ともしーです。1月1日から1月8日の、2024年第1週の Uber の売り上げなんですが、55,581円、85回、20時間57分ですね。支払いの関係で5万円はマストだったんですけど、まあ最低限ってとこですかね。時間が意外と短いですね。20時間、21時間ぐらいしかやってないですからね。まあ、最近の傾向として、ダブルなりなので回数は稼ぎやすいですね。で、まあ、単価安いよね。2件で700円とかだから、ね、300円でやらせようとしてますね。すり子ですね。で、3日までだっけ、2日までか3日までは単価結構高かったんですけどね。三が日終わったら安単価になりました。あと三が日かな、こけちゃった。私ウーバーやってこけたのは3回目か4回目か5回目3回目かでも雨の日に転ぶことが多かったんですけどね。普通の日で、なんかね、階段の前に、こう、なんか踊り場みたいなところの段差が、ちっちゃい段差があって、そこから階段が始まってるみたいです。けったいなやつで、ドロップ後だった。なんだっけ、2軒持ちの1軒目のドロップ終わった後だったんですけど、なんか結構気がつかなかったけど、後でました。すりむいてたっていうか、カーム。膝とかもね、肘とか持ったんで、もっと青たになってるかなと思った。そこまでひどくはなってなかった。まあ、長袖、冬で長袖だったんで。まあ、その辺はね、ほんとちゃんと、怪我してないかとか、確認した方がいいっつって。そのままなんか普通に平気にやってましたけど、ぐらいかな。転んだのと、あとまあ、鳴りはね、なんか去年の年末から相変わらず、東京は鳴りはいいですわね。なんていうのかな、地蔵する暇がないっていうか、地蔵する時間がないんですよね。ずっと鳴ってるからね。多少ちょっとはあるけど、ずっと鳴ってるんですよね。ずっと鳴ってて、これも少し前からですけど、昔は3件鳴ったら、オフラインになってたじゃん。それもないから、もうずっとなり、エンドレスになりまくるから、行かないみたいな感じで。で、まあなんか、自分の納得いくのだけ取るみたいな感じですかね。まあ最近、今週はだから、まあ別に単価は気にせず、割と安いのも取ってましたけどね。はい。なんだっけ。またぎはあと100回でカンクリなんで、4000なんで、まあ、100回やってもいいっつうか、まあ、100回できなくもないですけどね。1日12件だと70回ぐらいでしょ。70、違うか。1日12件だと84回か。あれ、そのぐらいしかやってない。そんなもん。なので、割とね、その、84、85ぐらいだと、割とちょっと余裕なんですよね。余裕なんですよねっていうか、夜中8時ぐらいで終わっちゃうっていうか、3、7、2時。1日3時間ぐらいでしょ。3、7、2時。昼1時間半やって、夜もね。夜もだから、最近は6時ぐらいから出てるから、ちょっと前まで6時半ぐらいに見てたんですけど、6時ぐらいから出ちゃうと、8時過ぎには9時まではやんない感じになっちゃってます。なりがいいのもあるけど、やれよって感じです。あとなんかあれか、昨日か今日か、スマホがね、私楽天ハンド稼働用端末として使ってるんですけど、バッグ、ポシェットの中に入ったままで充電できてなくて、やばと思ったら 50% ぐらい残ってたんで、ケーブル繋いだりしない。充電、充電しながらやってる。まあ最近はまだね、そんなに、まあ長く配達しないっていうのもあるんですけど、全然モバイルバッテリーもあんま使わないし、原付にもね、リポートないんですけど、まあそういう時に限ってはね、原付に USB ついてるといいなと思いますけど。どのくらいかな。あとなんかあったっけ、失敗的なこと。最近こぼしもしてないし、お店とか。なんか最近あれなんだよね。なんかさ、こう、嫌なこととかがあっても、なんか割とすぐ忘れちゃうんで。あ、そういえばなんか昨日かな、昼、大手屋でお客さんにぶつかったな。割と大きな衝撃を受けたんです。相手も課題が良かったのかな。俺の方が受けたってことは、相手は大丈夫だったのかな。結構ドーンと。入り口混んでるじゃん。混んでてさ。で、なんかちょっと空いた隙に行ったら、まだできてなくて、また戻ろうとしたら、入ってきたお客さんたちが少し。あとなんかあったら、今日はマクドナルドが多かったかな。昨日か一昨日は、キクカーマクドナルドが多かったの。キクカーマクドナルド行ったり来たりして。今日は、東洋マックが多かった。ね。今年に入ってから、まだあれなんですよね。そんなにマクドナルドが混んでないっていう。混んでないんで、昼も取れるんで、ね。でさ、なんかひどい時さ、マクドナルドってさ、めちゃめちゃ待つじゃん。だから、昼間は、休日の土日の昼間はマック取ってなかったですけどね。取れますからね、今年に。はい、よきよき。まあ、でも、まだ相変わらずあれですけどね。豊洲の新しいマックとかは、勝ち時のマックとか取ったことないですけど。
撮ってないですけど、あと何かあったかな、2号とか、なんかあれだな、篠の目には行ったな、篠の目には行った、篠の、1500円で中のモスバーガーなって、場所分かんなかったんですよね、日本とかだったからまあ1ヶ月に悪くても有明だろうと、有明か春日か勝どきかだろうと、篠の目だった、いやってか正確には有明だと思ったんですけど、そういう風に思うときってさ、大体有明じゃん、でもまあ篠の目だったんで、しかもタワマンじゃなかったし、あのなんていうデザイナーズ団地だったあそこ結構家賃高いですけどね、 UR なんだけど家賃高い、20万とかさ、はい、そんなとこっすかね。来週は、来週もまた一緒なのかな、でも月曜休みなんですよね、来週 ね来週っていうか今日っていうか、今日ですか、機械またぎ見てなかったけど、一緒でしょ。7000、1500、4000です。まあちょっと7000、70回ってことはないと思うんですけど、まあカンクリはやらないんで、まあ来週も85かな。来週も85か。まあ来週は別にもうね、あの、カードの払いが済んでると思う。でもよく払えたな、よく払えたなっていうか、今月結構カードの払い多いですよね。多いんですけど、で、しかもさ、年末、あれじゃん、大阪に、2日間大阪に行ってきて、そこでお金使ってるじゃないですか。だから大阪に行ってなかったらもっと楽だったし、先週、土日抜きで70回やってたのが、先週4万ぐらいやったっけ？先週ちゃんとやったのが、先週頑張ったよね。だから先週と比べたら今週は楽でしたけどね。だって、今週はフルで85じゃん。フルで85でしょ。先週は、ほら、あ、先週4万7000も稼げてたの。なんか先週高くね？先週の方が単価高いんだね、全然ね。先週は土日なしで70回で4万7000ですよ。なんか随分、そんなもんかね。だから先週頑張ったんですね。先週とほら、先週19時間47分でしょ。今週20時間57分だから、ね、2日間で1時間の差だから、先週頑張ったんです。あ、今週も今週で元旦から頑張りましたけど、はい。どうですかね。初詣とかは行ってない。元旦くんなし、今年もう大丈夫かな、もうそういえば昨日かな、数日前、昨日か今日か女か健太行ったけど、そんなになんか出店とかなかった。中町は私はあまり最近寄りつかないんですけど、あそこはあれですよね、月に1回ぐらいね、出店で出ますよ、あれうざい。最近だもん、でモンスーリー月島とか勝どきとかさ、晴海とか有明じゃん、あれひどいよね。いや、なるのはいいんだけどさ、普通にこう、ね、深川とか木川とか三好とかさ、永代とか、その辺にしてほしい。せめて中島、中島ぐらいに。以上、ともしーでした。